国立大学都市科学部建築学科4年の山田信樹です。きっかけとしては、大学の公表会が、1月末にあったんですけど、その時の、上位5人ぐらいが、いろんなところに出せるっていう、学校の提供で出せるということで、それで僕はこの GIA を選びました。研究テーマとしては、ずっと自分が田舎の生まれ育ちなので、田舎で何かできないかなって思って、卒生に取り組み始めたっていうのが、最初の始まり で、そこからだんだんテーマになってきたのこととしては、ずっとなんかこう田舎って都市計画とかがあるわけじゃないので、こうそれぞれの場所っていうのがそれぞれの土地の所有者によってこう好きに作られちゃう中で、近代になって以降、なんかハウスメーカーだったり、そういうコンテクストを持たない住宅っていうのが、どんどん立ち始めていることに対する、危機感と、そこに対して何かできないかなっていうのが、テーマですかね。敷地がつくばなんですけど、そこと全く同じところではないんですけど、近くで生まれ育ちました。こうただ一つの建築を作って終わりではなくて、100年とかっていうスパンの中で、その自分が作ったものがどう使われたり、こう組み替えられたりしていく可能性を、示せたのは良かったかなって思います。卒生前の学部の普通の設計課題と違うのは、やっぱり卒生は自分で敷地もテーマも考えるので、その時にすごく自分が持っている問題意識と向き合えて、でそのためには、こう今までの学部の設計みたいなものよりももっと研究的にならないと話が進まないなっていうのは、ずっと1年間やってて感じて、そこは結構学びかなと思います。何でしょう、前たくさん本を見ました。学部の時の設計課題とかだと、一応その図書館だったら図書館の事例研究みたいなことはやるんですけど、どっちかっていうと形をどうするかっていう方向だけで、なったんですけど、卒生だともっと建築とは関係ないところの本とかたくさん漁ってきて、それがこう建築に関係してるのかしてないのか分かんないけど、そういうのをたくさん読んだのはいい経験だったかなと思います。横浜に大学来て4年間ぐらい住んでて、横浜の生活って結構画一化されてるというか、均質だなって感じて、で自分が育ってたようなところはもう少し緩かったなっていう感じて、生活することとか生きていくことに対して、もうちょっと違う道があるっていうことですかね。コロナもあってオンラインのリモートワークとかも増えてるので、田舎で住むっていうこともより現実的になってきてると思う中で、そういう新たな住まい方ではないけど、
なんか田舎の建築の新しいあり方みたいなのを示したので、今回それ、まあ、なんだろう、そういう新たなものとの関わり方みたいなのことですかね、伝えたいことで言ったら。まあ、近代建築ってこう人間のために作られた、人間、なんだろう、人間の欲望のためにためだけに作られたもので、そういうものってこう一回的というか、まあ、その欲望が満たせなくなった時に終わる、その建築が終わるっていうことが、まあ、近代建築が、まあ、作ってきた世界な中で、なんかもう少し人間主義的なことってよりかは、多自然主義っていう言葉があるんですけど、ティモシー・モートンさんって人文学者の方が言ってて、まあ、なんだろう、人間っていう視点からだけじゃなくて、まあ、他の、まあ、いろんな視点が世界にはあるよっていうことを言ってるんですけど、まあ、そう、なんだろう、そういうたくさんの視点を持った見方っていうのを、まあ、建築なり世界を見ていく中で持った方がいいんじゃないかなっていうのを思いますね。昔の建築というか、昔の民家とかは、例えば同じ家の中に馬の小屋があったり、土間が大きいところがあって、そこでは家族だけじゃなくて、ご近所の人が集まったり、まあ、結婚式とか葬式もその一つの建築の中が担ってた中で、今の近代建築っていうのは、家は家として作って、結婚式は結婚式場として作って、まあ、葬式場は葬式の場所として作ってって、どんどんこう切り分けられて作ってるんだけど、まあそういう、まあ、何でもできるっていうよりっていうか、まあそういうなんかいろんなことをこう、なんだろう、許容できる建築の方がいいのかなっていう感じですかね。まあなんかお金貯めて旅行、いろんな世界を見れたらいいのかなって思ってます。まあ卒生の流れをそのままやれたらいいのかなって思ってて。やっぱり卒生やってて、なんか、なんだろう、結局やってみないと分かんないなって思って、なんか時間の流れっていうのを一応なんか設定はしたけど、それは何だろう、今の時点で考えられることなので、やっぱりそれはやってみないと分からなくて、なんかそういうことを実際にやれるようなプロジェクトがあるといいなって思ってます。日本だったらどこがいいんですか？いや、もういろいろ見たくて、まあなんだろう、まあ、自転車か車かで移動するんですけども、本当青森から九州まで行きたいなって、まあいいですね。感じですね。まあや、やまあ、もうちょっと旅行行きたかったかな。まあコロナもあったんで、最初2年間ぐらいなかなか行けない、お金もたまんない、バイトもできないみたいな感じだったっていうのもあるんですけど、まあ頑張ってバイトして旅行をもうちょっと行けばよかったかなとは思いつつ、でもまあバイトしなかったおかげで自由なこの時間は取れたので。まあ、なんかいろいろ作ってましたね、大学時代。なんか家具とか、近所の人のなんかウッドデッキをなんか作るお手伝いしてたり、まあ、大学外でそういうやつやったりしてました。まあコロナ明けたんで、なんかまあ行ってると思うんですけど、たくさん旅行というか、まあ、建築やりたいんだったら建築は見た方が
いいんじゃないかなっていうのと同時に、まあその旅行に一冊でも本持ってって、なんかその旅行1週間だったら1週間の中でその本も読むみたいな感じで時間使えるとなんか有効的な時間になるんじゃないかなと思います。なんかその本は建築に関わる本ですか？見に行ったところの。何でもいいと思います。好きな本、小説でもいいですか？小説読む人、まあ自分はあんま読まないんですけど、なんか友達とかだと読む人もいますし、まあ映画とかも最近面白いんで、なんか、はい、映画見るのもいいですかね。いいですね。なんかいろんなこう、まあ本だったり映画だったりとか、はい、まあ、そうですね、なんか人が考えて作ったものっていうのでは共通してると思うんで、なんか学びがあるのかなと思いますね。はい。縁っていうのが、まあ辞書、まあ、英語から来た言葉なんですけど、まあ、英語で言うとディスポジションっていう、英訳になって、でまあ、ディスポジションって辞書を引くと、まあ、なんだろう、具体的なものの配置とか構成みたいな意味と、もう一つが、なんだ、人の性格とか、あと物の性質とか、そういうことで、まあ、ディスポジションと似た概念でコンポジションっていうのがあって、まあ、コンポジションっていうのは、まあ、ロシアとかで、まあ、いつだ50年前とかなんですかね、あった建築とか芸術の、なんだろう、ある運動みたいな、抽象派みたいな運動なんですけど、まあそこを、まあコンポジションも結局辞書で調べるとほぼ同じ意味なんですけど、なんかニュアンスが違うのかなって思って、なんか僕が使ってた意味で言うと、なんか例えば木材が例えばこう配置されて、それが時間を伴った時にその木材がこう腐っていったりだとか、例えばそこが人が通ったことによって、なんか人の通った傷の痕跡とか出てきたりだとか、そういう、もう少し物質的なコンポジションっていう意味そしてディスポジション、縁っていうのを、まあ、使ってました、はい。言葉としてはあるものですか？ありますね。まあ、なんだろう、本で言うと平倉圭さんという方が書いた形は思考するっていう本の冒頭が、まさに今回の卒戦のタイトルと同じで、縁をほどくっていう、なんだ、序章みたいなのがあって、なんかそれがすごいいいなって自分は思ってたので、まあ、そのまま使わせてもらったんですけど。素晴らしい。はい、やっぱりそういう本とか映画とか作品から得るものが多いですか、山本さん？あ、やっぱりそうですかね、はい、やっぱり、まあなんか何だろう、悩んだ時に本とか映画とか、まあ、散歩したりして、そうするとまた新たな視点が得られるので、はい。本とかもジャンルは関係なく読みますか？いや、まあ建築と芸術系が自分は興味があるので、それになっちゃいますかね。小説とか読んだ方がいいかなと思いつつ、なんか読めないので。確かに、ちょっと疲れちゃうっていうか、感情移入しすぎちゃうと、なんか結構消費が大きいし。物語系って最初からこう読んでいかないとですよね。なんか途中気になるとこから読めないですよね。確かに、まあ、でもそれは今後なんか読めるようになりたいなってなるほど、はい、ありがとうございます。なんか一応今回の
書籍とかってなんか一個すごい生きてきたものがあればその縁の。ああまあその形は思考するっていうのもそうですし、うんうんうん、あとは何だろう読んだのはあとはあの藤原達史さんかなっていう方の分解の哲学っていう本、まあ、生物学者巨大の生物学者の方とあとさっき言ったティモシー・モートンって方の自然なきエコロジーっていう本多自然主義とかを言ってる方でティモシー・モートンさんの自然なきエコロジーとかですかね、まあ、こういった本ってどうやって見つけるのかな山田さん。あでもなんだろう、まあ、最初図書館行ってなんかタイトルで見て選ぶんですけど、まあ、それでまあ当たり外れあると思うんですけど、まあ、それで気になったやつって大体こう例えば文章の中でなんかワードが出てくると米印になっててこう後で注釈とかが書いてあってでこの本このなんかこの言葉はなんか誰々のなんていう本でから引用しましたみたいな参考文献みたいのがあって、まあ、そこを今度また漁ってでまたその本を読んでいくとまた新しい言葉に出会ってまた参考文献って感じですかね。じゃあもう最初は図書館に行って、まあ、例えばタイトルとか、まあ、そうです記者とか見てなんか、はい、ちょっと読んでみようかなって思ってじゃあ進めていくうちにあこれなんだろうってなって本の中からどんどんそうですねどんどんこう枝分かれしていっていくのがいいかなと、ね、そうするとまあなんかなんだろうまあ、ネットでこうおすすめ記事みたいなだけ読んでるとこうまあなんだろうまあ結局みんな同じ本読んじゃうんだけどなんかそのルートっていうのは自分にしかないルート気になった直感によってできてくるルートなのでなんか面白い研究になってくると思います。